今前半30分開始のホイッスルが吹かれました。えんじの濃い色のユニフォームが日本攻撃です。白いユニフォームがフェロー諸島代表。ハンドボール、試合開始のタイミングでは相手に一度ボールを渡してその後お互い握手するのがこの慣習になっています。さあここから日本、今ライトバックのポジションに注目の2番安平が入っています。攻撃の司令塔、身長は172センチ、ハンドボール選手の中には小柄ですがスピードがあります。切り込んでチャンスを作った、サイドへのパスが通りません。ファーストプレーミスになりましたが、田中さん、そうですね、1対1安平がしっかりと抜けて勝ってますし、その後水増しもいい位置を取ってたんですね、はい、その後の最後のラストパスですね。ただ前回の反省を生かしてですね、やっぱりオープン攻撃、はい、サイドから広く攻撃しようとするのがファーストアタックで見れましたんでね、はい、この後しっかりと期待したいなというふうに思います、意図はしっかりと見えました。そして相手のフェロー諸島はエースのエリアスが今日はベンチスタートになっています。日本も高く出てますね、はい、足を使って機動力を使って先読みしてというような状態の、はい、非常にこう難しいディフェンスではあるんですけども、はい、やはりこういったディフェンスをやっていかないと日本はこう相手を止めるということがですね、難しくなってくるかなというふうに思います。ここも13番の吉田がナイスディフェンスです。激しいですね、はいはい、ここも行く、いいですよ、ボール取りましたよ。さあ繋いでいく、速攻チャンス、元木持ち込んで打った、ここは相手のファウルです。フリースローでしたね、はい、ハンドボールはファールをして飛べるスポーツとなります。フリースローは相手にいくらでも取らせても構いません。ここは相手のナイスディフェンス、まあ、今若干横からのアタックだったんで、もうまあ7メートルでもちょっといいかなというような判断だと思いますけど、はい、やはりこう今日はですね、韓国の国際レフリーなんでね、アジアでもナンバーワンと言われるレフリーなんでね、はい、そこの国際感覚もしっかりと見てもらいたいなというふうに思います。安平切り込んだ、安平がレフトバックの位置から見事に切り込んで点を決めました。まあ、いいクロスが水増しと安平の中でできましたね、はいはい、やはりですね、はい、ボールをもらう前に動くっていうのがハンドボール非常に大事で、はい、今みたいなコンビネーションを続けていって継続していけば必ず広い範囲で、はい、シュートまでいけると思うんですよね、そこを十分生かすだけの脚力を日本選手は持ってるんでね、はい、そこをゴールキーパーに生かしてもらいたいなと思います。元木、いいですね、決めました、はい、テクニカルに決めました元木、そして速攻が出ました。あ、今度は相手のリスタート速攻、大丈夫ですよ、守りました、守ってます、守ってます。繋いでくるサイドシュート、ここは決められてしまった。おととい7得点の7番相手のウィングのノルベルグ、できればですね、はい、あそこまでボールを展開される前に、はい、ディフェンスでフリースローを取りたいですね。そうですね、フリースローで、はい、を取れるチャンスが今もあったと思うんですよ、はい、そこを確実にやっぱりフリースローを取っていくのが日本のディフェンスとしては必要ない守り方ですね、はい、センターバック安平がボールを回します。安平でもいい形で元木がまた速攻が出たんでですね、はい、非常にこうこの追加しよりは非常にいい展開じゃないかなと思います、はい、先ほどはゴールキーパー中村がキャッチして速攻につなぎました。ここは展開されて、ここはちょっとマークがうまく合いませんでした。2対2の同点です。かなりですね、はい、ポストの吉田に対するマークが厚いんですよね。そうですね、ボールを持ってない時でもフリーにさせませんからね、はい、先ほども水町が吉田にパスを通そうとしたところですがかなり激しいマークがあってパスが通りませんでした、はい、まあ、相手のフェロー諸島代表もこの安平と吉田がヨーロッパトップチームにいるのは分かってますから、そこは厳しくマークしてきます。吉田に対するマークは非常に厳しくて、やっぱりポストの位置取りに対してこう、はい、もうフェロー諸島嫌がってますよね。そうですね、はい、今2人にちょうどピボット挟まれていますが、そのピボットに通った、シュート決まった。その激しいマークの中安平がパスを通して吉田が決める。日本のホットラインの機能しました。田中さん、はい、安平来ましたね。安平のパスもそうなんですけど、はい、吉田のキャッチングですよね、はい、2人の間で激しく競り合いながらでも、はい、やはりボールを取ると、はい、日本人の選手としてはですね、位置取りの難しさ、またパワーで負けてしまうのが今までのバットプレーヤーだったんですけど、はい、それをですね、負けない力強さをもう身につけてますよね。楽しみですね。いいですね。
7メーターです。あー7メートルスロー、相手のファール。八平吉田で1点取って、その後相手のリスタート速攻も守りきって、今度はキャプテンマークを巻く渡辺陣の攻撃。最後にですね、やっぱり、はい、足のもうつま先がゴール側にしっかりと渡辺は向かってんですね。だからそれができるのがあの彼の身体能力のまた力強さだというふうに思います。通常の選手はですねあれで流れてしまうんですよ、はい、それがゴールに向かってるからこそこうやって7メートルするんですね。レフリーもですねつま先がゴール向かってるかそうじゃないかですごくこう判断の材料の一つになると思うんですよ、はい、それがつま先がゴールの方に向かっているということはしっかりと攻撃の意思があるとシュートまで行くという意思があるというふうなことで7メータースローに僕はなると思ってるんですよね、はいはい、シュートがしっかり打ててるからこそ、はい、そのファールに対して7メートルスローの判定シューターの方が有利ですよという判断ですね、はい、そして安木らがきっちり決めて4対2リードを広げます日本。ディフェンスで前後前後ですよ9メートルの前出て、はい、あしかしここは7メートルスローの判定が出ました。そうですね今手をが引っかかったからライン内ではないと思うんですけども、はい、若干シューターに対するプレッシャーが腕の方に行ったのが判定が7メーターということですかね。シュートモーションに入った相手に接触してはいけません、はい、さあここでシューターとして71番エースのエアリスが出てきました。きっちりと沈めてきました。71番この選手がエリアス・エレフセン・オア・シバゴトゥ。今スロー出ますかね。もう中村もですね、はい、読んでたところに来たんですけどちょもう触ってるぐらいだと思うんですけど、はい、もう少しタイミング合えば止めていましたね今のは、安平がセンターバック水町へ。安平水町が回り込んで安平が左に行く。その安平へ切り込んで水町へのパス通っている。水町サイドに振ったがこれはファールです。ゴールから6メートルのところに実線があって赤いエリア、ここはゴールキーパーしか入れません。その外に点線、これはゴールから9メートル、この9メートルのライン、点線のラインがディフェンスの攻防ラインになります。その中に入っていく水町、回り込んで渡辺、さらにつないで屋敷だ、パスを通す吉田を2人がかりでフェードショット、ね、ピボットに対してのマークが非常に厚い。それでも吉田は引きずっていきますからね、はい、力強いですよね。吉田は193センチ安平、渡辺シュート、ゴールキーパー止めた。フェローショットが速攻に来る。ベイグが止めた。安平は攻撃に専念しましてベイグアダム勇気がこのディフェンス要員として入ります。そうですね、ハンドボールは選手交代が自由に何度でも行うことができます。中の選手がコート内の選手が7人以上にならなければ、はい、レフリーにセンターの、オフィシャルにも告げることなく自由に出入りができます、はい、まあ、ですのでこのベンチも含めて総力戦になりますよね。そうですね、はい、わーっとこれはうまいコンビで止めた。ゴールキーパー中村がファインセーブ。そして屋敷の速攻、屋敷の速攻つないで水町7メーターですね。間を割っていった、はい、完全にシュートモーションに入った水町をファールで止めてしまいました。フェロー諸島代表です。ナイスプレーですよ。一次速攻が、はい、ダメであれば二次速攻、はい、そこに安平がですねセンターからどこに数的有利があるかを見極めながらパスをしっかりと出してますよね、はい、その安平が7メートルスロー、おーっと止められたがリバウンド取って決めた。まあ、安平はその視野の広さ、はい、この戦況の見極めに非常に卓越したものがあると言います。ヨーロッパでやってる部分そうですかね、離れしてる、はい、若いんですよ、はい、若いんですけど経験値は、ね、すごく高いものを持っていますし、はい、もう焦ることなく緊張することなくもう淡々とプレーをしているというか自分のプレーを冷静に判断しながら僕はやってるんじゃないかなと。だから相手のディフェンスもよく見えて、はい、どこに隙があるか、どこにボールを供給するか、いつ自分がシュートを打つべきかっていうのをしっかりと分かっているプレイヤーだと思いますね、はい、ここはゴールキーパー止めたんですがディフェンスの足に当たってしまいました。フェローショットボールです。ただ中村もゴールキーパーいいですね。そうです、今日はですねフェローショットが、はい、前回ですとウイングプレーのウイングからのシュートが非常に多かったんですけど、はい、
今日は真ん中の部分ですかね、中村の今のノーマークですけども、今のもしっかりと止めている、はい、両サイドから広がって打たれるんではなくて、真ん中に絞り込んで打たれてるんで、はい、中村も的を絞りやすいんじゃないかなというふうに思います。あ、守り方がキーパーも止めやすい形になっていると、はいはい。さあ相手のエースエアリスがここでシューターとして出てきました。7メートルスローです。今度は止めますよ。うわ、タイミング外してきましたエアリス。そうですね、はい、先ほど違ったシュートを打ち方しましたね、はいはい、ここはエアリスが1枚上手でした。ただ日本まだ1点リードしています。前半ももう3分の1が経過、10分超えています。前後半30分ずつのハンドボール、司令塔屋敷らを中心に非常に小気味のいい攻撃を見せている前半の日本です。屋敷ら持ち込んでフェイントからパスするが、これはカットされた。うーん、数的不利。ここはフェローショットの速攻が早かった。リスタート、はい、屋敷らのパスがカットされる。戻るべきですね早く、はい、ちょっと一人戻り遅れていますが、その間にピボットに通されてしまいました。今みたいなシーンは日本代表としては作りたくないシーンですね、はいはい、戻りは早く。メンバーチェンジもやはり安井らが入っているので、ね、はい、ポジション的にメンバーチェンジを早くメイクとできる人間が早くやって真ん中の高さというのはキープしたいですね、はい、渡辺、元木、水町が今センターの位置。ユーゴのきっかけ、安木田から渡辺、ドリブル、もう一度切り込んでいく。やはりですね、はい、フェロー諸島も9メートルの中に対して接触は非常に強いですね、強いですね。どちらかというとディフェンスを引き込むような守り方をしていると思うんですよね、はい、引き込む守り方です、はい、どちらかというと、はい、オフェンスディフェンスともに力負けしないように押し出すようなディフェンスが今まで多く見られたと思うんですよ、はい、日本も特にそうですけども、ただフェロー諸島を見てるとキャッチした後若干自分の胸元にオフェンスをですね引きつけてるように感じるんですよね私は。これはなかなか新しいやり方といいますか、珍しいんですか。そうですね、私はあんまり見たことがない守り方なんですけども、はい、非常にこう守り方としては理にかなってるかなと、見てて思いますね。その中で今フェロー諸島代表が1人退場しました、はい、ここはチャンスです。ポストにいいですね。ここも安木田、吉田のホットラインピボット、吉田修一。安平君も、はい、吉田君もですね、至ってシンプルな、はい、もう1人空いているところをしっかりと狙うというような攻撃を今仕掛けてますんで、ね、1日の日は相手が少なくてもあまりこう点が取れてなかった部分があるんで、はい、ファーストアタックであれが取れたというのは非常に大きいかなというふうに思いますね。日本は守備力の高い44番、はい、高野壮太も入っています、はい、いいですよいいですよ吉田、いいですよ。中川さん、まあ、先ほど安平そして吉田の話でありましたよね、まあ、おとといのゲームでは安平ほとんどがまあベンチだったんですが、その安平はまあもう少しピボットを絡めて戦うことができたらよかったと試合後に話していました、まあ、そして事前に話を聞きますと、吉田はまあ安平とのその2人のコンビネーション、まあ、センターそしてピボット、そのセンターラインというところはヨーロッパ選手でも止めることができないと思いますよと、そう自信ありげに話していました。放送席にお返しします。いや田中さん、本当にこう頼もしいですね、はい、2人本当ですね。吉田の方にマークが厚くなれば安井が1対1、はい、そこに水町であったり渡辺であったりっていう選手が絡んでくる、はい、逆にこう吉田の方に余裕がある場合は安井がしっかりボールをここに供給してますからね、はい、そしてゴールキーパーファインセーブ、速攻に行く安平、いいですよ、いいですよ、7メーターですね、はい、これは相手ももうファールで止めるしかありませんでした。これなんですよ、はい、日本の、ね、守ってそして速攻で仕掛ける、はい、これが日本の、ね、真骨頂ですね。ゴールキーパー中村は2年連続日本リーグプレーオフ MVP、 その田中さんの率いる豊田高専ブルーファルコンの守護神として活躍しています、はい、日本代表でもこの中村が存在感を発揮しています。藤坂が出てきましたね、はい、はい、今日は安木田にそのセンターバック譲っている藤坂、おっと
ポストに当たってしまいました。タイミングをねちょっとかわしたんですけども、はい、ちょっとバーに嫌われましたね。そのまま藤坂が今サイドのディフェンスに入ります。1枚目に入っています。安平とちょっと変わってオフェンスをやるんですかね。今44番の高野がワントップ 5-1 ディフェンスを敷いている日本です。右から元木、渡辺、真ん中に吉田、そしてベイグ、藤坂です。はい、クロスアタック、元木のクロスアタックでいいタイミングで入ってますよ。はい、ここもしっかり寄せていく。そうですね、相手のファウル。ピボットのプッシング、はい、特にブロッキングって言いますけども、はい、ピボットのプッシングで日本のボールですね。はい、そしてセンターバックのポジションに藤坂が入って、今仲間にサインを送りました。水町がレフトバック、ライトバック渡辺、安平に代わって藤坂が入っています。その藤坂クロス、渡辺がもう一度クロス、そしてさらに藤坂、はい、藤坂が打っていく、ディフェンスに当たったこぼれ球、高野決めました。シュート、やっぱりですね、はい、シュートを積極的に狙って、やっぱシュートで終わるっていうのが非常に大事だと思います。はい、あ、そして今また日本メンバー交代で高野を下げました。杉岡が、そして水町が入りました。そうですね、6-0 のフラットな状態に戻しましたね、はい、カルロス・オルテガ監督が目まぐるしくこの戦術並びの変更、戦い方を指示していきます。ベイグのディフェンス、はい、ここもいいディフェンスだ。素晴らしいですね、足動いてますね。ベイグがですね、クロスに対してもしっかりと、はい、マークしましたね今、はい、そこで、まあ、水増と杉岡に若干余裕があって今、はい、チャージングも取れたかなというふうに思いますけれども、ファール、ディフェンス側のファールということで、はい、フリースローになりましたね。足動いてますよ、いいですよ。この守備ができているときは日本のペースです、はい、これはトリッキーなパスから、うん、シュート決められました。相手の7番ノルベルグ、非常にこのシュートの決定率があります。今のは中村が一番悔しいと思いますよ。止めれましたよ。止められましたか、はい、今のはもう中村がね本当に悔しがってるシュートじゃないかな。インコースを決められてしまいました、はい、中村です。逆に止めなきゃいけないですね、中村、はい、渡辺、吉野、飛ばして元木、ね、シュート決まりました。いや、今日は本当に攻守にリズムがいい日本です。あのバランスいいですよね、はい、ポストで点を取ったり、安浦が1対1行ったり、はい、サイドで点が取れたり、そしてそれにプラスアルファで速攻が今日はできてるんで、ね、はい、非常にいいかなというふうに思います。でやはりですね、点数をこう勝っていって点数を差をつけるにはやはりディフェンスですよね、はい、ここで1本守って次のアタックで確実に1点を取って2点差3点差というふうにしていくのが、はい、まあ、必勝パターンなんでね、ここをしっかりと守ってもらいたいなと思います、はい、いいですよ、止めた、ゴーゴーゴー、繋いでいく、はい、速攻に行く、杉尾から元木、元木が持って繋いで吉野、ここは止めます。今はタイミングが合わなかったんですけどね、はい、まあ、元木に対して、はい、元木のスピードに対して後ろからねディフェンスが押したんじゃないかというようなアピールですけど、はい、まあ、レフリーもそこまで見れなかったですかね。この間に日本は選手交代も大きく行っています。吉野が入って、桜井がサイドで入って、徳田、そして玉川ですね、2メートルのピボット、はい、玉川が今入っています。で安平が戻りましたね。あ、そうですね、センターバックは安平、はい、レフトバックが吉野、ライトバックに徳田、これでいきますと、はい、ウィングの杉岡が継続してプレーしている、それ以外は変わりましたね。はい、プレーが途切れたタイミングで一気にメンバー交代。玉川のやっぱ高さは生かしたいですね。はい、その玉川回り込んでピボットに入る、ダブルポストになっている、杉岡が入っている、吉野から一度戻す、手が上がりましたよ、パスの手が上がりました。パスは残り数少ない、安木の打った、こういう時にこういうクイックがあります。うまい、うまいですね、上手です。さらにこのパッシブになっている状態、予告が出ている状態、はいはい、まさにチームを救う流れを良くするプレーですね。なんていうんですかね、
今のシュート自体は僕はこんなに強烈な速いシュートじゃないんですけど、はい、彼のやはり、ね、タイミングですよね、ディフェンスもずらしてしまう、はい、そしてゴールキーパーでも、はい、あもう打たないだろうと、このタイミングでシュートが打てるというのはね、あの簡単な技術じゃないですよ今のは、非常にね、あのもう何回も何回も練習しているとは思いますけども、今みたいなシュートができるというのは非常に、はい、センタープレーヤーとしては強みですね。はい、吉野切り込んでのシュート、この選手も1対1のキレ、そしてシュート力があります。さあリスタート速攻に来たフェローショット、ピボットに通されてしまいました。ちょっとここは押し込まれました。若干今流れとしては点の取り合いになってますけども、はい、やはりこう先手先手を取るためにはやっぱり守りをですね、もう一度しっかりと固めて、はい、で点数を今度はオフェンスの時にじっくり取りに行く、また速攻で点を取りに行くというようなパターンに持っていきたいですね、はい、そのためにはクイックスタートも含めてやられないように、はい、ディフェンス体系を早く早く日本は取らなきゃいけないですね。まあ、メンバーを一気に変えましたので、そのあたりディフェンスのリズムを作りたい、はい、吉野のロングシュート、ワンタッチですね、ディフェンスの手に当たりました、はい、コーナースローです。ロングシュートが得意な吉野、9メートルラインの外から打ちましたね。安平も早いですね、やはり、はい、これでこれで、はい、いいです、安平の真骨頂、玉川に通しました、ピボット、玉川のポストシュート、玉川も吉田に負けてませんね、はい、はい、やっぱりですね、ポストであのシングルキャッチ、片手キャッチっていうのが、はい、本当に今日本の選手ももう普通にできるようになりましたからね、はい、あれはもう戦術戦略としてももう非常にこうテクニックを含めてですね、レベルの高い日本のハンドボールになってきたんじゃないかと思います。ここでフェロー諸島代表がタイムアウトを取りました。前後半合わせて最大3回取ることができます。1回あたり1分間のタイムアウトです。ここで前半初めてですかね、2点差、ね、ちょっと点数を見てなくて申し訳ないですけど、はい、2点差初めてですかね、はい、というところでフェロー諸島代表がまず動きました。日本としてはこの後の試合運びはどうでしょうか。やはりですね、フェロー諸島は強く攻撃してきます。それと、はい、もしかしたらゴールキーパーを下げて7人ということも考えられます、それに対してですね、やはり2分間退場にならない6人全員がやはりこう守りを強くして数的不利な状態を作らないためにもですね、守りのタイミングですね、はい、前に対する爪の出足であるとかっていうディフェンスが有利な状態でもうプレーをし続けてもらいたいですね、はい、今タイムアウトが明けます。あ、スタンドには安平の名前の書いたうちわを持った方もいます。日本のファンもこの安平のプレーは楽しみにしてきたと思います、はい、その安平も日本のファンの人にもぜひ自分はこうスピードのあるプレーと面白いプレー、相手の意表をつくプレーが得意なので注目してほしいと言っていました。ここまで存分に出てますね。そうですね、あの1対1で、はい、先ほどはもうノーステップのロングシュート、はい、そしてパスワークですよね、あの本当に安平君が今の日本代表をすごくこう引っ張っていっている、はい、コントロールタワーじゃないかなというふうに思いますね、いいセンタープレーヤーが日本にも本当に出てきてくれたというのが非常に嬉しいですね、はい、ここはナイスディフェンスで追い込んで打たせました。これでいいんですよ、はい、アウトサイドから打たせる、で真ん中ではなくてやはり相手に少しでも不利な状態で打たせる、で中村が止めるという状態で持っていくというのは非常に大事で、今度はこのオフェンスですよね、はい、守ったこの後の次に3点差にするというこのオフェンスをしっかりと組み立ててほしいですね、はい、安平が司令塔、センターバックのポジション、レフトバックには吉野、ライトバックには徳田、サイドが回り込む櫻井、吉野切り込んで徳田、安平、徳田が持ち直してシュートでした。ゴールキーパーいいですよ、ボールは、ね、はい、非常に回ってるんで、この後守りです。玉川が前に出て当たる、いいです、ナイスディフェンスです。そうです、あのファーストアタックをですね、やはり確実に、はい、守ればですね、次のセカンドアタックですね、はい、セットオフェンスはそんなにやられてませんのでね、先ほどからフェロー諸島に点取られてるのは、はい、クイックスタート、そしてファーストアタックで取られてますんでね、
非常にこのセットになると守る確率は非常に高くなるかと思います。そして今徳田が高い位置で牽制かけています。シュートがフラッ、いいですよ、これでいいんですよ、これで、はい、でファーストアタック、逆に日本が速攻でいい形で、いいですよ、玉川ピボット、玉川のシュートが外れて逆速攻です。戻るですよ。ペロー諸島の速攻、はい、サイドに飛ばされてゴールキーパー、ファインセーブ、飛び出した、ビッグセーブ、これは大きいですね。今ですね、中村の本当に得意なプレーだと思うんですよ、はい、最後の最後までシューターの腕、ボールの出どころを見てください、はい、最後に左足で合わせていく、シュートコースを全部崩した後で相手の最終変化に対して自分も最後の部分まで、はい、自分の一番持っている部分を出せるというんですかね、あの足を出すということに対して、はい、あの逆に相手に引っ掛けてしまったというか、こう、はい、罠を張ってですね、止めたというような技術的がすごい高いと思います、はい、さあパッシブの手が上がりました。パッシブプレーの予告、さあ相手はシュートに来る、狙ってくる、ファール、ファール、 OK です。あー、ディフェンスファールを取られました。ただ相手はもうほとんどパスはできない、あっと、これはちょっとここはもったいない場面でした。そうですね、こういうところも含めてやっぱりこう、はい、このヨーロッパのチームかなと、はい、最後の最後の部分でああいった競り合いのところもしっかりとこう穴を見つけるっていうんですかね、はい、今パシブルプレーだったんでラストワンスローだったはずなんですよ、はい、3回その前にはパスしてますんでね、はい、そこの部分でも若干アンラッキーな部分はありましたけども、もうあのサイドに対してやっぱり締めていかなきゃいけないですね、はい、安平切り込んでいく、パスして吉野、ここは相手のファールです、フリースロー。ハンドボールはヨーロッパが本場です。そのヨーロッパで近年存在感を高めているフェロー諸島代表、安平切り込んで徳田カットイン、徳田らしいプレーが出ました。早い、徳田もですね、あのスピードに乗せたら、はい、本当に止められないフェイント持ってますからね、はい、インも抜けるアウトも抜けるっていうのは非常にあのブレイクスルーがですね、はい、得意な選手なんでね、やっと真骨頂出ましたね。東京オリンピックにも出ています徳田慎之介、今はカタールリーグにいますが、もともとヨーロッパでも長くプレーしていました。ここも玉川がしっかり当たっている、はい、ロングシュート来た、いい、両手で行ってますよ。中村がしっかりとここも止めている。ディフェンスとのコンビネーションもいいですよね、はい、キーパーとディフェンスとの、あ、ここは徳田のシュート、今度は相手のゴールキーパーヤコブセン、いや、いいアタックですよ今のは、はい、あ、まあ、相手のキーパーのファインセーブというところですね。そうですね、はい、いいアタックを見せてると思います、はい、いい流れで前半試合を進めている。もう残り5分を切りました、前半戦です。ここでディフェンスをですね、今一度こう、はい、なんていうんですかね、激しくペースアップするような、はい、守り方してもらって前半を有利に進めたいですね。9メートルのこの点線より外に牽制をかける、はいはい、これがオルテガのスタイル、それをこの短期間で叩き込んできました。最後は枝でですね、ベイク、玉川が高いんでね、はい、いいです、いいです、その枝で打った、はい、ブロックに当てた、跳ね返す、速攻、マイコ、よしろ、よっしゃ、はい、うわー、これは相手のファール、フリースローですか、7メートルはない、いやー、ちょっとライン内ディフェンスにも見えましたが、いや、今のはフリースローですか。あ、吉野が倒れたところ、ちょっとコートが汗で濡れたということで、今レフリーが時計を止めています。そこを拭いて、これからフリースローでのリスタートになります。新しいパターンですね、藤坂と安平、両センタープレイヤーがバックプレイヤー並びますね。徳田も含めてスピードある選手が揃いましたね、はいはい、残り4分の前半戦です。センターバックに安平、はい、レフトバック藤坂、これスピードを生かして攻めますよ。徳田、ここはフリースローです。新しい布陣を繰り出してきましたカルロス・オルテカ監督。ピボットの玉川が真ん中にポジションを変える、パッシブの予告、藤坂打った、ディフェンスに当たってコーナースロー、これで2本になりますね、パッシブの継続としては、
ですのであと2本、そうですね、パスはあと2本、はい、っていう形になると思います。さあここはどこに出すか、コーナースロー高野、安平が呼んでますね。安平徳田にパス、これが繋がらない、速攻に来る、守れるか、中央、キーパー止めた、ナイスキーパー、ディフェンス高野もよく寄せていました。今追い込んだのが良かったですね、はい、藤坂中に出てピボット、勝負して勝負、です。いやー本当に攻守に各選手が非常にアグレッシブです。今最後戻ったのは桜井じゃないですかね、桜井ですかね、はい、やっぱり最後の最後まであえてディフェンスすることによってですね、はい、いい角度に飛び込ませない、そしてキーパーがしっかりと守るということが連携でできているんでね、はい、非常にいいと思います。やはり最後の最後までディフェンスとして戻るというのは大事なことが大事なこと、当たり前のことを当たり前にできるというのは本当に難しいことで、はい、それはやっぱりこう日本代表としてはしっかりと示してほしいですね、はい、藤坂、おっとこれは相手の足にかかったでしょうか、膝ですね、膝が入りましたか、はい、突破した選手を足で止めてしまったということでフェローショット45番のクログが2分間の退場です。クログ2回目の退場ですね。ハンドボールはこの2分間の退場1試合で3回してしまいますと失格になります。はい、ですのでクログはこの後ちょっとねなかなか強くアタックに来られないかもしれません。そうですね、吉田と吉野を入れましたね、はい、ピボットが吉田、レフトバック吉野に変わりました、はい、こういう5人の攻撃をしっかりと加点していってもらいたいですね、はい、相手が1人少ない、はい、数的有利の日本です。安平飛ばしてピボット吉田、いいライナーです、決まった、相手に激しく当たられながらもしっかり決めました吉田修一、吉田強いですね、はい、193センチの吉田、普段プレーするフランスリーグではいや自分は普通の体格ですと、もっと大きい選手がいっぱいいると言います、その中で揉まれてこのピボットという接触の激しいポジションでしっかり活躍している吉田、はい、さあそして日本はワントップ5アンディフェンス、吉田はやっぱ瞬間的なパワーというのがすごく、はい、早いんでしょうね、スピードでもう一気に100人多分いける、その能力が非常に高い選手だと思います、はい、ここも 9m ラインの外に激しく行く日本、ベイグ、はい、ベイグ、はい、守る守る、いいですよ、アウトサイドアウトサイドという形で、はい、高野が真ん中で起点を利かしてますからね、はい、下がらないです、よし、さあここは3人出ている形、ロングシュート来た、キーパー止める、ルーズボールはフェローショットボールですが、ファインプレー、あの距離は中村が止めます、はい、数的有利の日本、フェローショットはゴールキーパーを下げて今6人攻撃、それに対して高野が高く高く出ます、はい、最終ラインも上げていく、プレッシャーをかけていくディフェンス、圧力をかけていく、吉田ベイグ挟む、繋がれるがこれもしっかりついていって勝負、これでいいんです、さあそこ、はい、そこ徳田からまだ数的有利ですからね、安平、はい、徳田サイドに飛ばして桜井、ナイス展開です、今日は速攻もよく決まって、さあ前半残り1分切って4点差リードを広げます日本、残り40秒ですかね、ここしっかり守って、はい、願わくばタイムも取りながらもう1点加点したいですね、ここ守るのが大事ですよ、残り30秒切りました、相手は退場の2分間終わりまして7人に戻っています、ゴールキーパーが入ってコート6人、6対6、前に出て若干牽制しているのが、前に出てプレーかけているのがいいですね、はい、あーカットされた、お止めた、ここも中村ビッグセーブ飛び出した、ここでタイムアウト、残り6秒ですね、はい、中村いいですね、かなりいい流れ作ってますね、はい、ただ田中さん、はい、個人もいいんですがディフェンスとキーパーの連携、オフェンスの選手同士の連携、全体的に今日連携がいいですね、そうですね、ディフェンスで若干ミスが出た時には中村が止めると、はい、逆にはこうディフェンスをしっかり守っている時には、はい、
ディフェンスがシュートの片方を止めて中村が思い切りそちらに行けているという、はい、こういった状態が、ね、非常にこう連携取れてて守りとしてはいいかと思います、はい、それと高野が出て 5&S になることによってベロ諸島にいいタイミングでボールを回させてないですよね、はい、それにとってのダブルポストでベロ諸島が攻めてくるようでもなくフラットな状態で攻めてきますんでね、はい、この守り方が非常にこうフェロー諸島に対して合ってるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、さあそしてタイムアウト明けは6秒になります。日本どんなプレーを仕掛けていくか。これはですね、七輪をベイクを最後に走る七輪、あ、違いますね、すいません、最初から七輪ですね、惜しかったですね、今ね、残り6秒、7人攻撃を仕掛けてきました日本ですが、藤坂のシュートは決まりませんでした、はい、ただ田中さん、前半4点リードして追いました、いかがでしょうか。そうですね、相手をですね10点に抑えているというのは非常にディフェンス、そしてゴールキーパーと機能しているんじゃないかなと思います、はい、国際試合でですね相手チームを10点に抑えるのは非常に難しいんですよ、ただ前半私もちょっと言ったようにやはりディフェンスって非常に勝つためには大事な要素だと思いますんでね、はい、ディフェンスでしっかりと守る、で中村が止める、で速攻で加点していくというのは非常に今流れとしては日本の理想じゃないかと思います。後半30分、返しの笛が吹かれました。日本は4点リードで前半を終えて、さあ後半戦です。スタートから7人攻撃、ましたエリアスが出てきましたね、はい、センターバックのポジション71番、はい、この選手が世界的なプレイヤーでもありますエリアス。この選手に一昨日は苦しめられました。いいですよ、いいですよ、アグレッシブにきます。この9メートルライン、点線の外にまで出ていくのが日本のオルテガ監督のスタイルです。エリアスさばいてサイド広く使われるが、これは決められました。このパターンに一昨日は苦しめられました。71番のエリアス・エレフセン・オワシパゴトゥのゲームメイク、やはりですね判断がいいですね、はい、あのパスのワークも含めてそんなに速いわけじゃないですけども、しっかりと自分のペースであのエリアスがですねボールを回している、あそこに対してもう少しプレッシャーをかけていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね、はい、エリアス・エレフセン・オワシパゴトゥは実は兄弟で代表に入っていまして、75番がロイ・エレフセン・オワシパゴトゥということで、ファーストネームのエリアスでお伝えしています。パリウス・ミトゥンもあのエリアスのいとこだというふうに聞いてます、はい、61番のパウリ・ミトゥンがいとこで、はい、このミトゥンの弟も、代表選手、今回は来日していませんが国際的なプレイヤーです。オリ・ミトゥンですね、はいはい、おお、これはすごい、藤坂ですね、はい、藤坂カットインシュート決めました。さあ後半も最初の得点、日本1点目取りましたが、あ、フェロー諸島の後半2点目、ちょっとこれでまた点差を詰められます。実は田中さん、あのオワシパゴトゥなんですが、はい、兄弟、お父さんが今代表のメンタルコーチ、はい、お母さんがフェロー諸島大のハンドボール協会の会長を務めているハンドボール一家だそうです。すごい一家に生まれましたね、はいはい、そしてお兄さんのエリアスが今エーストップに出ています。徳田ベイグ、徳田サイドに来て、はい、おっと接触があったがシュート決めています。44番高野颯太見せました。難しいシュートですけど、はい、高野よく飛び込みましたね、あの思い切りが良かったかなと思います。193センチ、当然ですね、はい、シュートが決まってなければ7メータースローかと思います、ただですね7メートルスローに持っていくよりもあそこで決める力強さですね、はい、ああいうところがやっぱりこう非常にこういいプレーじゃないかなと、日本の選手をですね鼓舞するようなプレーだというふうに思います。はい、ここもエリアスからのゲームメイク、フェロー諸島も得点重ねてきます。カルロスがですね、はい、2枚目の桜井に、はい、7人攻撃に対する指示を出してるんですけどね、はい、あの2枚目って今守ってます、はい、2枚目のポジションの選手ですね、桜井が守ってますけども、はい、そこが若干あの真ん中に中央寄りに振られすぎなんだという判断だと思います、はい、サイド高野フェイントからのシュート、倒れ込んで高野が連続得点。徳田がいいパス配球しましたね、はい、よく見えてます。これはですね判断練習でもそうなんですけども、はい、非常に判断が難しい、やもするとインターセプトをされるんですけども、はい、滞空時間を持ってですね非常にいいプレーでしたね、
ボールさあカットした藤坂がキープをエンプティーゴール相手はゴールキーパーを外して死に攻撃中でした。エンプティーゴールそのガラ空きのゴールに向かってシュートを放ちました。徳田いい判断です。そして藤坂のカットも良かったですね。そうですね、あのポストに対してあの、はい、高野がしっかりと詰めてましたんでね、藤坂のところでボールインターセプトできましたね。はい、そうです、中村です、ゴールキーパー、これもファーストアタックを速攻で早く持っていってもらって、はい、いいポジションになる前に展開、そうですそうですそうです、そうです、そしてピボットシュートは吉田、速攻が立て続けに決まります日本。相手のディフェンスがやっぱ整う前にですね、はい、不安定なんですよ。あの状態でやっぱり速攻に持っていけるのがやっぱり攻撃として非常にいいと思います、はい、たまらずフェロー諸島代表がタイムアウトです、はい、まあ、よく言うあの一人飛び出してつなぐのがファーストブレイク、はい、一本速攻という言い方もしますが、はい、二次速攻、はい、戻る相手を追いかけていく、この速攻も大事なんですね。そうですね、二次速攻、 2.5 次速攻、はい、三次速攻、ましやにあのそのまま継続してアタック、ファーストアタック、そこまで継続していけばですね、はい、必ずこう広いエリアが空いてくるはずなんですよ、はい、そこまでボールをしっかりとフリースロー取られることなく、はい、パスワーク、日本の動き、フットワークプラスパスワークで攻めればですね、はい、大きい背が高いはもう関係ないです、はい、間が必ず空いてますから、そこに早く選手が飛び込むということをやっていけば、必ずオフェンスでもスピードがある日本が、はい、得点チャンスが非常に生まれると私は思ってますので、今それが継続的にできてますんでね、非常にいい攻撃のリズムじゃないかなと思います。そしてそのスピードを生かした攻撃がまさにそのカルロス・オルテカ監督が求めているものなんですね。はい、そういうことです。カルロスもですね、日本の何がいいかというのをよく理解した上でこう指導してますんでね、はい、もう非常に楽しみですね。世界的な戦術家、はい、名将カルロス・オルテカ監督、今年は FC バルセロナを率いてヨーロッパチャンピオンズリーグを制して世界一の監督になってこの日本代表に合流しました。魔王また人を抜いてきた、そうだ、キーパー前見て前見て、中村がいいキーパー、そして攻めていく攻めていく、ベイグアダムキャノンはこれは外れました。いいですいいです、いいアタックですよ、シュートで終わっています、はい、そして相手の速攻は十分にさせていませんが、エリアスがさばいてくる、そのエリアスに戻す、カットインから OK です、 OK です、ナイスディフェンスですが、ちょっとこれはライン内でしょうか、シュート時の接触ですね、接触の方ですか、ライン内に押し込まれた部分もあるんですけども、はい、シュートの方が先に有利に、はい、進行しているというような状態で、吉田君が横から当たったということで7メーターですね、はい、あー、そしてシューターはエリアスではなさそうです。7番ノルベルク決めてきた、この左利きの選手も非常にシュートの決定率が高い、アイスランドリーグで普段はプレーしている選手です。今も中村触ってたんじゃないですかね、惜しかったですね、はい、悔しそうなのこの中村です。さあ今センターバックのポジションにベイグ、レフトバック藤坂で、ここで入れ替わります。藤坂、ベイグ、ロングシュート、いいです、いいです、決めました。世界的なこのシュート力を誇るベイグ、やっと来ましたねベイグ、はい、アダムキャノンが炸裂です、はいはい、さあここから守備です、見てください、ま、動いてるでしょディフェンスが、はい、いや惜しい、いいです、勝負、ただいいディフェンスではありました、いいディフェンスですよ、あリスタート行きたかったんですがパスがちょっと乱れました。今のも、はい、もうワンタイミングですかね、徳田のカット、はい、その後締めて、はい、このシュートもですね、はい、まあ、シュートテクニックが非常にあるかなと思います、はい、藤坂これでベイク1本取ったんでね、リズムに乗っていってもらいたいですね、はい、もう僕はベイクに期待してますんで、はい、こういうディフェンスですね、引きつけてますね、はい、確かに、はい、ディフェンスをですね、あの自分の懐にこう引きつけるんですよね、はい、徳田今みたいなもう中身引きつけて守るんですよね、藤坂ちょっとハンドリングがうまくいかない、相手の速攻が来る、フェロー諸島戻る戻る、速攻で押し込んでくる、ロングシュート跳ね返した、大丈夫です、カウンター、逆速攻はパスが通らない、もう一度フェロー諸島が仕掛けてくる、まだ戻りきっていない日本、さあ今戻りきった、6対6ですよ今は、そうそう慌てないでマークを合わせていく、ここでフェロー諸島はゴールキーパー下がって7人攻撃に来ます、
これがフェロー諸島の得意な攻撃、7人攻撃、そして司令塔にエースの71番エリアス、ここを攻略したい。高野が高く牽制、牽制かける桜井の、あ、いいですよ。桜井の守り方も先ほどよりは真ん中に寄らなくなりましたね、やっぱり、はい、ディフェンスハンドボールは端っこから1枚目2枚目と数えます。うん、これはキーパーが止めましたが、直接顔に当たったんで、はい、今はキーパーを守るという意味で2分間退場ですね。はい、まあ、あのそんなに強いシュートじゃなかったんでね、はい、中村も怪我なくその、はい、継続して守れそうなんで良かったですね。ゴールキーパーが動いた場合ではなく、動いてないゴールキーパーの顔面にシュートを当ててしまうと即退場になります。2分間の退場です。あ、それに対して今フェロー諸島代表がレフリーに何か、まあ、抗議といいますか確認を求めています。そうですね、まあ、ハンドボールのシュートはトップクラスになると、あ、ここで抗議に対して2分間退場のジェスチャーが出ました。いや、これはですね、多分抗議ではなくて、抗議ではなくて先ほどの、不正交代が多分あった、はい、不正交代ですか。はい、ちょっと 見れなかったんでちょっと、はい、確実なことは言えませんけども、あ、エリアス71番が退場ですね。はい、先ほどキーパー中村に当ててしまった6番がまず退場になりまして、6番モシュテンセン、その後さらに71番のエリアス、相手のエースが退場。今フェロー諸島代表は2人少ない状態です。ですのでコートプレーヤー4人に対して攻める。ヤスキラーさばいて徳田が間を割っていく、横から当たられた、ゴールイン、入りました。徳田のカットインに対して横から相手の79番ラスムセンが当たっていました。しかし徳田のシュートが決まってゴールインです。2人今フェロー諸島代表は退場になっています。ここでゴールキーパーを下げて、はい、5人で攻めますね。コートプレイヤーを5人にしてきそうですが、はい、まだ4人です。今5人目が入りました。マークを合わせてください。マークを、そうです、そうです、よく周りを見て動いていく、プレッシャーをかけていく日本、はい、いいですよ。このフリースローの時ですね、マークをしっかり合わせる、このリスタート、はい、シュートが来る、オーバーステップ、相手が4歩歩きました。シュート、シュート、安井ら、そうです、そうです、よく見ている安井ら、そうです、エンプティーゴール、相手はゴールキーパーを下げていました。よく見ていました安井ら、今冷静に判断しましたね。はい、はい、コート全体がよく見えています。誰よりも見えていると言われています、この安平。世界で活躍する安平、まだ20秒ですかね、あるんで、もう、はい、ワンゴール上げたいですね。7点差をつけている日本代表。高野がアタック、はい、いいです、ナイスディフェンス。フリースロー、止めれるときは止めた方がいいんです。しっかり守ることで相手をパッシブプレーに追い込むこともできます。強引に来た、いいです、キーパー止める、いい、はい、これもフリースロー、ナイスディフェンス。戻りましたね、これで、はい、退場が解けました。2分間退場が解けまして、これ7人目入りましたね、はい、エリアスも戻ってきた、はい、7人攻撃、手が上がりました。パッシブの予告が出た、いいです、吉田いいです、ナイスディフェンス。相手の選択肢をどんどん削っていく日本のディフェンス。エースのエリアスは大きくさばいて、大丈夫ですパスミス、 OK、 フリースローです、 OK、 ナイスキーパー。このルーズボールはフェロー諸島ボールですが、キーパーまでね、はい、シュートが行ったんでパッシブプレーの手は下がりましたね。そうですね、パッシブの予告は解除されています、はい、これでシュート落ちました。改めて7人攻撃を仕掛けてきましたね、はい、そしてセンターバックいつものポジションにエリアスが入っています。71番、ディフェンス動いてるんでね、非常にこう守りとしてはいいですよ、こう前後で間間、あ、いいです、いいです、いいです、ナイスディフェンス、足が動いています。いやー、これ田中さん、はい、オリンピックで通じるディフェンス今日できてるんじゃないですか。そうですね、非常にこう前後 で、はい、で両隣とのコンビネーションもいいんでね、はい、牽制そしてフォローっていうような状態でいけてるんでいいと思います。あ、しかしここエリアスがもう個人技で打ち込んできました。ドイツの名門キールでプレーするエリアス。あ、ここはダブルドリブル、ダブルドリブルですよ今。シュートが来た、
どうでしょうか、レフリーのジャッジがそう動きがジェスチャーがそういう風に見えたんですが、そうですね、はい、安井はボールキープしたまま地面にボールをついたんで、それはドリブルと見なさないと私はと思うんですが、理解してるんですけどね、はい、その後に通常のドリブルをしたんで、はい、ダリブルドリブルではなかったかなと、レフリーのジャッジがそのようにですね、はい、そうですね、はい、ここで動きながらポジションを変えながらパスをつなぐ藤坂、サイド回り込んで桜井のシュートは来ました。桜井もですね、はい、一番いい彼のもうシュートポジションですよね、はい、回り込んできて、シュートを追うっていうのが、はい、私たちは日本リーグでも戦ってますけど、彼の本当に非常に持ち味、はい、高さじゃないかなというふうに思います。190センチの左利き、ライトウイングの桜井智也です。中村拓海もいいですね。いいですね。やはりサイドシュートに対してのセーブ率が今日は 50% 以上あるんじゃないですか。これくらいキーパーが止めてくれるとコートプレイヤーも、ね、はい、だいぶやりやすいですよね。そうですね、はい、だからその分このアタックで点を取ってもらいたいですね、はい、吉野から藤坂切り込んでいく、唯一の大学生プレイヤー藤坂です。徳田、桜井、今度はゴールキーパー、ゴールキーパー飛びましたね。今若干ちょっと深いところから打たされたような状態でしたね、はい、ああこれは広いところから、おお中村止めた。そして速攻に行く日本ですが、これは捕まってしまった。リスタート。中村がですね、もう乗ってますね、はい、両手でいけてるってことは本当に中村が一番いい状態なんですよ、はい、シュートコースをどんどん塞いでいって、最後までのギリギリまでボールの出どころを彼は見て止めるキーパーなんですよね、はい、中村自身も最後までボール相手を見られるのが自分の特徴というふうに言っています、はい、今ボールの交換が行われます。汗で濡れたりするとボールを途中で交換します。松屋にというような特殊な粘着力があるものとですね、はい、まだ汗かいてくると若干こう滑る状態になりますんでね、ボールのフィッティングとしてよくするために空いた状態になるんですね、はい、ボールを拭くというような状態が起こり得ますね。今クイックモーションで徳田が間から打っていったんですけども、相手のゴールキーパーファインセーブでした。よく止めましたね今のも。ちょっと相手のゴールキーパーも当たってますね、はい、ただですね、1日の日の試合と違って、はい、シュートまで行っていますよね日本代表が。そうですね、はいはい、若干おとといの試合はそのハンドリングミスが目立った日本ですが、はい、そうですね、パスミス、キャッチミス、オーバーステップ、はい、オフェンスのプッシングというか、はい、ファウルが14本ほどありましたんでね。14本ありましたか、はい、ターンオーバーが14本ぐらいあったんで、はい、今日はですね、前半1本、はい、2本ぐらいで、後半も特段の速攻のパスミスが1個あったぐらいですかね、はい、非常にいいリズムで攻めてるかなと思います、はい、さあここも7人攻撃できます、はい、フェロー諸島代表です。ピボットが2人入っている、こっちに振りますよ、動いている、はい、ついていっている日本、球が割れた、さばいてきた、うわここは徳田がサイドの方に張っているところを今度は相手のレフトバックがうまく判断してきました。やはりですね、はい、今徳田も行きかけたんですよ、はい、インターセプト行きかけたんですけど、はい、その前にサイドに大きく振られていることが頭にあって、はい、ちょっと思い切りいけなかったですね、藤坂、これはディフェンスの手に当たりました、コーナースローです。徳田、相手のトップディフェンスが非常に高く来ています、うん、大きくサイドに振った日本ですが、出てません。まだ続ける、徳田が時間を作って藤坂、アンダーハンドシュートはゴールキーパーサチューウェルがよく止めています。ちょっと膠着してきました、はい、このアタック、ピボットのポストシュートが来た。ここでフェロー諸島が1点追加しました、はい、フェロー諸島のですね、はい、攻撃は私が見る限りでは、エリアスがボールを運ぶんですよ、はい、その時にウィングプレーヤーバックプレーヤーの2人、はい、そしてポストとですね、自分たちがいい位置取れば必ずボールが供給されるというような信頼関係ですかね、そういうのが今のポストプレーにも、ね、成り立っているんじゃないかなと
全員各ポジションがエリアスのパスをベストな状態で受けれるようなポジション取りをしてますよね、はい、ただ日本もそのエリアスに負けていません。司令塔安平が入りました。2番その安平切り込んでいく、パスして吉野サイド、サイド高野、決めた。いやこういう展開も今日は多いですね日本。そうですね、あの高野がですね、はい、高野は本当にオールラウンドプレイヤーなんですよ、ディフェンスは当然なんですけども、はい、オフェンスでもポストをやったり、はい、サイドやったり、はい、バックプレイヤーやったりと、はい、本当に器用な選手ですね。あの一般的にサイドシュートポストシュートというのはそれぞれこのかなり特殊な技術といいますか専門技術が求められるところですけど、それを複数できるというのはすごいことですね、はい、あのサイドシュートもですね、はい、高野も桜井も背がやっぱ高いんですよね、はい、その分あの当然のように角度は取りさえすれば、はい、しっかりとしたシュートが打てるし、はい、ジャンプ力もあの高さで非常にこう高く飛べるんでね、はい、そこの部分は有利だというふうに思います。ただ、はい、簡単なポジションじゃないんでね、専門でやってても外しますからね、はい、サイド止めた中村やすきら速攻、あっとこれは相手のファールです。エースやすきらが今センターバックのポジション、吉野と今場所を変えました。相手の71番エリアスもキール、ドイツの名門でプレーしています。攻撃のメンバー変わったんでね、しっかりと組み立ててもらいたいですね、はい、渡辺、安平、渡辺に、いや渡辺自ら持ち込んでいきました。渡辺も代表であるからには勝たなければならない。僕たちは日本の小学生から社会人まで日本でプレーしているみんなの代表なんだ、その人たちが誇りに思える、そんな戦いをしたいと言っていました。その日本代表が今タイムアウトです。さあ田中さん、はい、後半になってまた目まぐるしく試合の展開変わってきました。そうですね、あのファーストアタック、あの、はい、速攻から継続されて、はい、エリアスにボールをこう思うように振られてるんでね、はい、最初の速攻、二次速攻ですかね、はい、あのファーストブレイクではなくて次の二次速攻に対しての守り方がですね、はい、修正する場面がいくつかあるかなというふうに思いますね、ボールを供給するエリアスに途中で継ぐっていうことも、はい、あの方法としてはあるかなというふうに思います、はい、そして今オルテガ監督がチームに話した後、安平もチームのメンバーに声をかける場面ありました。リードは4点です。日本後半17分が経過、残り12分半、オリンピックに向けて勝って、はい、この国内の親善試合を終えたい日本です。日本はこの後7月14日に出国、ドイツのシュツットガルトで直前の調整を行います。そこでハンガリー、ドイツと試合をします。そして23日にフランス、パリに移動、エジプトと強化試合を行います。そして7月27日オリンピック初戦クロアチア戦ということになります。はい、そこに向けて一つ一つチームの連動強化連携を高めていく大事な大事なこの強化試合。吉野突っ込んでいきました。吉野です。吉野も1対1、世界のオルテガ監督がお前の1対1は自信を持って行っていい、世界に通用する、そう言ってくれたと言います。そして安平ピボットに落としていきました。今日も2000人を超えるお客さんがこの日本代表の背中を制限で拍手で押します。ちょっと床が汗で濡れているということで今モップが呼ばれましたが、こういった時間も含めてちょっと話をコンビネーションをね合わせてもらいたい。で次のアタック今合わせてますね、こう声がやってますもんね。安平、玉川、渡辺あたりが今言葉を交わしていました。こういう時間は貴重ですからね、はい。新エース安平ピボットで玉川のシュート、ね、ーープラス退場ですね。あそうですね、はい、退場付きです、はい、完全にシュートチャンスになったピボット玉川に対して相手がファールで止めてしまいました。エリアスですかね。あそうですね、あイエリアスも完全に後ろから玉川引っ張ってますね、はい、相手のエースが退場になって、そして安平7メートルスローです。
相手のゴールキーパー16番サチューベル決めた。やはりですね、はい、モップが入った時間に安井と玉川また渡辺がですね、ああいう会話をするんですね、国際マッチっていうのはですね、本当にあの日本語をどん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 使って喋れるんでね。そうですね、はい、先日のゲームの、コートの中でどん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 日本語でコミュニケーションを取って、はい、今みたいに進めていくというのは非常に大事なことだと思います。高野が出ましたね。44番高野が今ワントップ、はい、5-1 ディフェンス、トップに出て相手にプレッシャーかけていく、はい、機動力あります。そしてそれに連動して吉野渡辺を相手に牽制をかける、いいディフェンスです。サイドに飛ばしてくる、止めた。中村が止めますね、はい、キーパーいないです。ただここは安平止めました。あの試合時間また点数、そして相手が5人だということを踏まえて、はい、コントロールしてるんですね、はい、同じようにサイドシュート打たれるにしても、おとといは結構崩されてサイドシュートでしたけど、はい、今日は相手がもうそこしかなくて打たせてる感じありますね、はい、打たれるのと打たせるのは大きく意味が違います。安平渡辺シュート決めた、ね、パワフルキャプテン渡辺吠えた。直前でメンバーから、オリンピックの代表メンバーから外れたアガリエ、そして保証の分もその2人の思いも背負って、いや今まで共に戦ってきた全ての代表メンバーの思いも背負って戦いたいという渡辺、今本当に針の穴を通すようなシュートでしたね、はい、すごいところでしたね。そこの1点しかないぐらいの本当にボールコントロールだったんですね、はい、切り込んでくる、それを2人がかり、ついていく、足が動いている日本、そしてそれ止める、中村止めまくる、そしてエンプリーゴール、これですこれです。そして今相手の退場が解けました。相手が1人少ない間に点差を広げた日本、7点差まで広げました。ただここから相手のエース71番エリアスが入ってきます。7番のアランはですね、はい、1試合目は7点取ってるんですよ、先ほど言ってもらったようにね、いい状態で打たれてるか、はい、でまた打たせてるかの本当に違いがですね、今中村がいい感じで止めてますね、はい、いいディフェンスにキーパーがファインセーブで応える、素晴らしい7人、はい、いいです日本代表の戦 い、 はい、打たせてくださいサイドから、完璧なディフェンス、はい、守りないっす。あーこれはちょっとアンラッキーな形で相手のピボットに渡った、これはしょうがないですね、足に当たりましたね、アドバンテージでそのまま流されました。これはアンラッキーです。場内大きな日本コール、嬉しいですね日本コールがこうやってね、はい、会場に大きく響くっていうのはその分頑張ってもらわないとダメですね、代表の日の丸をつける選手たちのプライド、吉野切り込んだ、あこれは相手のゴールキーパービッグセーブ。3年前東京オリンピックの会場にもなりましたこの代々木第一体育館、その時は無観客でした。その東京オリンピックは得失点差わずか 1-2 点で日本はベスト8進出を逃しました。このパリオリンピックではそのベスト8に進むため、その悔しさを忘れず強化を進めてきた日本。さあここは速攻のディフェンス、ここは広いところから打たれてしまった。吉田がですね、はい、もう先ほどからもうディフェンスをこう厚く厚くされてるんですけど、一生懸命ディフェンスの間をこじ開けようこじ開けようと頑張ってるんですよね、パッと見で特にハンドボールを見たことない方にはこの分かりにくいかもしれませんが、分かりづらいんですけどね、ポストの位置取りですね、はい、位置取りとかの競り合い、はい、負けてないですからね、すでに相手の選手に挟まれる中で、はい、味方が有利に攻められるようにいろんな働きをします。まさに縁の下の力持ち、チームを支えるのがピボットプレイヤーです。ここはちょっと一回審判がレフリーが時計を止めました。汗ですかね、滑る状態を回避するのにモップが入りましたね、はい、選手が転倒しないように、はい、安全確保のために時々こうやってモップが呼ばれますが、そういう時も司令塔の安平仲間と何か確認をしていました。ポジション的にですね、ポストの吉田を見ているだけでも僕は面白いんですけどね。そうですね、はい、で負けないんですよ彼は、
強い。あ、パッシブの予告、はい、屋敷田切り込む吉野へ、あ、このパスがパッシブプレー取られました。オーバーステップですかね。あ、オーバーステップですか、はい、今安井らのオーバーステップを取られましたね、はい、エリアスが自ら突っ込んでくるが、ここはファール止めました。ハンドボールは3歩まで歩くことができます。ですからよくあのバスケットボールをやっている方は3歩目歩いているからちょっと多く歩いているように見えると言いますか。そうですね、あの静止した状態で3歩、はい、走っている状態でいくとあの1歩目をゼロと考えるので、はい、4歩走っているように見えますからね。そうですね、はい、その分非常にこのスピーディーで激しいぶつかり合いがあるのがハンドボールです。そうなんですよ、ボールの大きさも片手で扱う、はい、歩数も1歩バスケットより多いということで、はい、非常にこうスピード感があると思いますね、それでいてこう正面で当たる分の激しさですね、はい、ラグビーに近いような激しさ、はい、本当に走る、飛ぶ、投げる、そして戦うっていうようなスポーツの4大要素っていうんですかね、これを全部含んでるのは僕ハンドボールなんじゃないかなというふうに思ってますよ。まあ、本場ヨーロッパではキングオブスポーツとも呼ばれることがあります、はい、非常に人気のあるスポーツですからね、はい、徳田から安平決めた。これが新時代のエース、スピードで翻弄する安平。おお、しかしいやいや、これは外れますね、外れますね、はい、はい、安井君が非常に今みたいな特徴あるプレーするのはですね、はい、ヨーロッパでもそうですけど、やはり2メーター級の選手がですね、はい、逆を言うとこうちっちゃいと言ったら失礼になるかもしれないですけど、はい、体の自分のいいところを生かした、はい、低い位置でのああいう素早い動きっていうのはですね、はい、守りづらいんですよ、それを十分で、ね、安井君理解して自分の一番の100の特徴の部分を使ってますよね、屋敷田も身長172センチ、この小ささを逆に僕は武器にしています。はい、これはテクニカルなシュートが来ました。相手の9番ベルグハンセンです。足元をスピンをかけて、そうですね、はい、ああいうシューターっていうのはですね、意外と日本にいないんですよ。あ、日本のサイドプレーヤーも非常にテクニックが身についてるんですけど、はい、今みたいなタイプのシューターっていうのがですね、やっぱり日本にいなくて、はい、早々ああいうのを止めるっていう練習ができないんでね。なるほど、キーパーとしてやっぱり止めづらいかなというふうに思います。はい、吉田、リボットに通した吉田、水町が落として吉田。これもですね、水町が、はい、合成でやるプレーなんですよね。あ、初日チームで、はい、ナイスキー、ナイスキー。さあ、そして今度は中村、はい、さっきの返しとばかりに止めました。相手の9番ベルガハンセンのシュートシャットアウトしました。中村2度はやられないぞという形ですね。はい、ベンチの2分間なんで、はい、オンコートの1名が外に出なきゃいけないですね。あ、はい、まあ、他の競技でもありますがベンチがイエローカードなど警告を受けることがありますが、今ベンチに対して2分間の退場、はい、この場合はコートプレイヤーが1人退場で下がることになります。選手個人の退場記録はつきません。ベンチコーチが、まあ、主審に何かクレームをつけたのかということで、ベンチに対して警告、退場のジャッジが下りました。 そうですね、はい、その間に日本はライトウィング元木に変わっています。元木バックプレイヤーも水町が入りましたね。はい、屋敷だ、これは押されました。これは退場です。はい、はい、これは危険なプレーでした。安木らの速いプレーに思わずもう押してしまったという感じですが、抜いた後、あ、もうユニフォーム引っ張ってますね。はい、これは退場です。相手をキリキリ前にさせます。これが安木らのプレーです。日本男子で史上初めてヨーロッパチャンピオンズリーグに出場しました。さらに吉田修一が来シーズン、新シーズン、そのチャンピオンズリーグ出場するチームに移籍が決まっています。広いところ、元木、あ、ラインクロスですか。いえ、ですね、元木がコートの前に外に出てましたか。はい、はい、外にの位置から中に入ってきたということで、はい、何のファールになるんですかね。ファールとしての名称がちょっと僕も、はい、すいません、理解してませんけども、コートの外に出て待ち構えてはいけません。その分、あの余分に助走が取れるわけですもんね。はい、そうですね。
ハンドボールのコートは横幅が20メートル、縦が40メートル、バスケットコートのおよそ倍の広さがありますので、まあ、非常にこの助走も取ってスピーディーな展開になるんですが、コートの外からはプレーできません。さあここも相手のエースの71番エリアスが仕掛けてくるところ、ただ相手は今2人退場でいません。ゴールキーパーを下げて5人で攻撃しようとしていますフェロー諸島代表です。ここでマイボールにして、はい、ファーストアタックのエンピティを狙うというのも非常に大事なんで ね、 そうですね、はい、相手ゴールには今キーパーがいません。そして2人退場、残りは3分半、6点リードの日本です。今月27日にはオリンピックの初戦を迎える日本代表。いいです、強いですよ、強いですよ。2人がかりでエリアス止めます。はい、いいんです、その強さを見せてほしいですね。守る守る日本、うわーっとかわされた。ここは圧力をかけにいったところをスルリとかわされました。あのクロスのアタックに行った方にボールを展開されると、はい、お相手に数的有利な状態を作りますんでね、クロスアタックに行った際は必ずと言ってるほどボールをもらった側の方に抜けないとダメですね。はい、元木のサイドシュート決まりました。ベテランの元木、高い決定率でチームを救います。もうすぐ相手の退場が1人解けます。ここでフェロー諸島代表がタイムアウトを取りました。はい、1分間のタイムアウトです。さあ田中さん、はい、試合をこれからどうクローズ締めていくかですね。やはりですね、失点を24点、はい、あの得点は30点ですけども、失点はこのまま相手が少ない状態でまだ20秒ほどありますんでね、はい、失点をまずなくすということに集中してもらいたい、はい、でマイボールになったらしっかりとしたオフェンスを組み立てる、残り2分半ですかね、はい、2分半で、まあ、2点取っていければ十分じゃないかなというふうに思います。はい、そのために鍵になることは何でしょうか。はい、やはりですね、僕は守りをしっかりと重視して、はい、守った後のその後の速攻ですね、速攻、日本らしい速攻をもう一度見せてもらいたい。ボールをスムーズに運んで、はい、ノーマークの状態を作ってしっかりとそこにボールが供給されるって、でその後万が一守られた場合でもファーストアタックを継続してやってもらいたいなと、はい、ええ、日本の一番の強いところを残り2分半思う存分出してもらいたいなというふうに思います。それを日本のファンもこの代々木第一体育館に詰めかけたファンも期待しています。オリンピックの出場権を36年ぶりに掴んだ日本代表、相手の退場が解けて1人入ってきました。6対6ですねこれで、はいはい、飛ばしてくるサイドシュート決められました。中村も悔しがってますね今、はい、そして相手2人目の退場も解けました。7対7、人数は同数になっています。相手はエースのエリアスがまたワントップ高い位置ですが、あ、ここでエリアスが藤坂の方にマークポジションを変えてきました。変則で、はい、ほぼマンツーマンに近いような状態で藤坂を抑えてますね、はいはい、その藤坂が突破して水町、あ、これチャージング取られました、はい、オフェンスファールですね。リスタート速攻が来る、当たりに行きたい、吉田かわされた、あ、しかしオーバーステップ、オーバーステップもしくはチャージング、チャージングですかね、チャージング、オフェンスファール、オフェンスファールですね、オフェンスファールですかね、はい、この高野に対しての、はい、オフェンスファールだというふうに思います。あ、はいはい、まあ、体当たりするような形になってしまったという判定、はい、さあ日本高野がいい状態で待ち受けてましたね、はい、水町の突破7メーターですね、はいはい、これは引っ掛けてしまいました。相手は藤坂、ね、センターバックにマンツーマンをつけてきて、今5対5のフィールドの状態、そこで水町の突破を相手が倒してしまいました。水町も1対1は自信持ってやってるんでね、はい、彼は強いんですよ1対1。田中さんが監督を務めている上田高生ブルーファルコンの選手です。7メートルスロー、フェイントをかけてかけて相手がバランス崩したところ決めました。やつきら、キーパーがちょっと膝かもしくは乳首捻挫しましたね。あ、負傷しましたか、はい、ボールをもう外に出せない状態ですね、はい、
相手の16番ゴールキーパーサチューベルが安平のフェイントで負傷しました。今膝をですかね、膝を押さえているのは、はい、安平のシュートフェイントにちょっと対応できなかったですね。そしてフェロー諸島代表はゴールキーパー下げて7人攻撃、得意の7人攻撃、残り30秒切りました。これきっちり守ってもらいたいですね、はい、そしてあわよくば一つ速攻を決めて締めたい日本、はいはい、しっかりディフェンスしている。ここも動いていく、やや引いたところできっちり守っていきます。動いている日本、足が動いている。ここからカットイン、あこれはナイスキーパー、外させました。ここで試合終了。中村の位置取りが最後まで良かったですね、はい、もう相手打つコースなかったですね。もう試合の最後で1点これ入れられるか入れられないか大きな差なんですよ実は、はい、いい状態で守った最後の最後の攻防だったと思います。これはまたオリンピックに向けて弾みがつきそうですね、はい、楽しみですね。ハンドボール男子日本代表水星ジャパン国際親善試合、フェロー諸島代表との試合31対25、見事勝利を飾りました。大勢の日本中のファンに会場に詰めかけた、そしてこの配信放送を見ているファンに勝利を届けました水星ジャパンです。